さっき何言った酔っ払ってても忘れんよ綱引きが言わないじゃん何人だったら勝つとったってさ答え来なったら勝っとったんですけど一人いなかったんで思ったねどういうことあの僕の視界にはなんかあの映ってなかったんです一番先頭が4人しかせーのもうやめもうやめ4対5はええわ4対社長入って俺はね小中まあ高校行ってねえけどずっと綱姫の綱ちゃんって言われたから綱リー君って言われたからヘイ綱リーって言って綱リーイエスガチンコ勝負しようかいやいいっすね見てくれるのもんですよいや俺絶対勝つしんが足腰も力あるんだお前らクラスで俺に勝てんいいよ勝てたおやちゃんおやちゃんお前に負けたら俺指全部落としたろ僕ドラえもん僕独自ないですよねなんでみんなの介護がいることなんですか大丈夫負けたら社長やめたろどういうことですか引退する引退するプロボクサーだ世界チャンピオンになるまで勝ってこうもう一応アウトとないじゃないですかこれが当職の会社の社長や43年も行ったんだぞら43年も行ってるやりてるお疲れお疲れです。あの先日居酒屋、まあ、4人で行ったんだな、はい、ライブの後かで居酒屋で飲んで綱引きの話になってまあ坂本ちゃんらしいね坂本軍団と、はい、マッチョ軍団と5対5でやったんだよね、はい。なのにこいつが言い出したのね4対5だって一人一人で戦力外が出てるもんだこいつなんか言ってたよな僕でも社長とは言ってないですか社長はもう対決しようぜって、はい、俺絶対負けんよって言ったらこいつが何したかしようなんかかけようぜって言ったらいや絶対負けないんでそれかけるっていうか分かんないですもんそう考えること無駄です勝てないです全員あの俺と全員やりたいんか僕は全然社長の胸借りたいんかそこにお前ら生き恥さらすぞかわいそうですよなにだ、まあ、はい、準備しろ一応、ここが真ん中で、この緊張器がついたね、この金具がついたところが真ん中にしてああで、普段だったら、まあ、あのこの線から出たら負けっていうあれなんですけどああそれだと面白くない、取り高がないんで、一瞬で終わっちゃうんでああなんで、あの、一応30秒間綱引きで対決して俺負ける前提にいやその尺がないじゃないですかじゃあ尺がこっちにこっちにするとやがおしよでどんだけ引っ張っても、まあ、この線からどっちが出とるかっていうねあーオッケー、はい、30秒間な30秒間結果はちょっとあの我慢してなかったとえちょっと我慢してあのじゃあいきますよ社長とマッチョ第1回戦綱引き対決30秒払ってきよ30秒よーいドン今いいとこだったの。はい、まあ面接戦だったっす。残り5秒でやられたっす。もう少しで負けられたかった。場所が悪かった。ちょっと下が悪いわ。場所変えて。じゃあ本当場所が悪かった。30秒投げや。あれオッケーわ。15秒にしよう。15秒。無理だ。15秒。あいつかわいそうだ。15秒にしたるわ。ちょっとかわいそうだ。もう一回やし。場所が悪かった。今から15秒ガキだもん残り5秒でいい正丸殴っとったらあるぞこれいや社長パワーダウンしたっす
はい、また入りましょうって。はい。はい。社長対マッチョ、第2回戦。よーい、ドン。ずーい。あ、全然余裕だわ、お前。片足、リュウシ君、片足。リュウシ君、片足。5、4、3、2、1。じゃあもう次できんじゃないですか。まあ勝者マッチョっすね。まあいいわ、シャー、お前倒したから。まあ勝者倒せるわ。あいつ行ってひょろいよ。で簡単に言ったら弱いものいじめた。シャー、誰が社長だ。よし、いいですか。じゃあ行きます。第1回戦。よーい、ドン。お前やつに俺から見ねえ。すごいよ。すごいよ。あっ、おらー、どやー。おい、弱いな、こいつ。嘘だろ。いや、コースが悪いです。ショー向こうやな。ショー向こうやな。コースは全然勝てる。第2回戦。凡人どもに体力合わせるだけだ。お前ちゃん、これ、ちょっと見たな。お前、入っとくや。いけるな、あいつ。弱いな。弱い。弱いな。いや、ショー弱いな、お前。足だ。結局、あの時足で待ってたの。弱い、ブレイクだ。弱い。そうかな。マジだ。おい、やっ。ダメだ、もう大。まっすぐ。大事かせん。よーい。はい。うわ、余計だわ。そう。そう。めっちゃ弱いよ。あ、マジだ。どうだ。誰が社長だ。そう。あ、カメラに向かって言え。ちゃんと。俺が社長だ。誰が社長だ。そうよ。足がちょっと。ちょ、お前倒したろ。俺いける気がする。絶対こいついけるな、俺。俺でもハンディキャップでスリッパだからね。一生黙らせてくれ。あ、これが飛び職の会社の社長や。43年も行ってるぞ、こら。43年も行ってるよ、リいけるいける。あいつ引っ張りすぎだろ。引っ張りすぎだろ。あいつ。あ、お前引っ張りすぎだろ。引っ張りすぎだろ。はい、レディー。ゴー。あー、うっせぇ。うぃー。うまい、うめぇよ。うっせぇ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 、うめぇよ。あー。やー。いやでも臭いから全然違う。お前は言い訳しとるやんけ。なこいつ。えい、お疲れ様です。どうでした。
僕以外はもうみんな全員ザコですね。ザコスママさん。最初だけ最初だけ。面白いよね、これ。結構純粋で面白い。こいつだってやばい。やりたくない。めちゃめちゃ弱いや。こいついかんな。靴履き替えやがってな。チェックですか、社長。それも先方なんですよ。違う、だって1回目と2回目の俺の足の感じが違ったもん。あの、宮本武蔵って知ってます。パワーバランス仕掛ける場所が違った。もういっか、ね、もうちょっと今日はいいか。またね。ちょっとドキドキしてね。あー疲れた。